こんにちは朝日日新聞の服部です、えーっとえー、今日はの研究会、汚染水についてのテーマの研究会なんですが、あ日本記者クラブとして、ですい、ねえー、まあえー、未だにこうその、えー、解決策がなかなか見いだせないでいる汚染水について、少し長期的にあの情報を共有しながら考えていく場を作ろうということで、研究会を始めることになりました。で第1回はですね今日あの、えー、こちらの方に えー、来てていいいただいている産総県の,あのまさに、えー、原子力規制委員会の方の、えー、汚染水対策のワーキンググループの、えー、メンバーもしていらっしゃる、えー、安原さんとですね、えー、それ安原雅也さんとそれからあの、まあ、同じ研究チームとしてあの長くあのこの問題についても、えー、関わられていらっしゃる、えー、塚本さん塚本仁さん、えー、にもお越しいただいてお二人で。あの 今日のその汚汚染水対策、まあどういった今プラントの状況になってそこに汚染水という問題が乗っかっているのかということを詳しく専門的な検知から紐解いていただくということをお願いしました。それでは早速安田さんよろしくお願いします。えっとあの今日あのこのような機会を設けていただきまして誠にありがとうございました。あの深くお礼申し上げます。 今日はですねあは福島第一原子力発電所周辺の水門地質構造と地下水システムについてという題でお話しさせていただきますが今日のお話は、えー、水門学、地下水学が専門の私安原とあとあの地質学、応用地質学が専門の塚本がですねあの分担しながら話を進めさせていただきたいと思います。あのこのの後ですねすねぐあの塚本に引き続き続まましてまず 発電所周辺の水門地質構造を塚本の方から話をしてもらいます。それに引き続きまして、私、安原の方から地下水の基本的な法則を適用しながら、第一原発の周辺の地下水システムについて話をさせていただきます。そして、それと同じく同じ安原がですね、えー、汚染水の発生にかかる地下水の収支、量の評価のお話をします。そして、それらをすべてあのまとめた形で、 地下水制御にかかる提案について最後に塚本塚本の方からご説明を差し上げます。では塚本さんお願いします。はい、えっ、ー、とあの私どものあの産業技術総合研究所の中にはですねあのいろんなあの専門のあの専門分野のものがおりまして、えー、と申しますのもあの2000年2001年にですねあの。えー 当時工業技術院と呼ばれていた各研究機関が集まって産業技術総合研究所というものを作ったという歴史がございますでその中の地質情報研究部門というのは昔です、ね、地質調査所と呼ばれていた部門でございましてそこが現在産業技術総合研究所の中で地質調査総合センターというものを作っておりますで 産業技術総合研究所の地質調査総合センターはです、ね、あのまあ、歴史的には非常に由緒があるものでございます、えー。一番最初にできたのがです、ね、1882年にあの地質調査所が設立されたということでございますので、すでにもうあの130年近い歴史がございます。 で当時あの、農務省でその後あの、商工省でその後、えーまあ経あ、経済産業省通産省経済産業省と編成、えー、をいたしておりますけれども2001年度に、えー、先ほど申し上げましたようにあの各研究所が合同して、えー、産業技術総合研究所というものができまして、えー、現在、その中であの実質調査総合センターという名前であの実質の調査をしております。であの我々の中 あの産業技術総合研修の中での位置づけというものはですねあの、まあ、基本的にはあのあの日本というのはあのどうしてもですねいろんな災害がございますあの地震火山もとかそういったものの災害も多いということでございまして世界、まあ、有数の変動帯に位置して著、えーまあ、しい地殻変動とですね あの複雑な地質構造で特徴づけられている日本においてです、ね、あの地震や火山災害とか、そういった自然災害の軽減をしたりです、ね、あのまあ国土のインフラ整備、まあ、基本的な地質がまあインフラ整備のために役立つということでございまして、そしてあとは環境保全、そういったことをあの総合的にやっている機関でございます。 産、まあ、層研の中であの、まあ、1号業務とか2号業務とか難しいあの区分はございますけれどもその中で地質の調査をやっているということでございます。で我々の研究成果自体はです、ね、あの知的基盤としてです、ねあのえー、そういった情報の整備をしておりまして、まああのまあ、中立公正で、まあ、あの最高レベルのデータと科学的根拠に基づいてあの評価したものをあの皆様方にご提供すると。 いうようななことになっておりますではあの、えー、先ほどちょっと安原の方からあの紹介がありましたけれども、えー、まず最初に発電所周辺の水門地質構造と、えー、題しまして、えー、発電所あの福島第一発電所周辺がどうなっているのかということを見ていきたいと思います。でこれはです、ねあのえー、皆さんよくご存知かと思わ 思いますがあの福島第一原子力発電所のです、ね、1から4号機、被災した1から4号機のです、ね、排出措置等に向けた中長期のロードマップでございます。でこれはもうすでに2011年の12月26日ですね、あのステップ1、2というところが終わりまして、で現在、ステップ3で、その最初の第1期、第2期、第3期というあのロードマップがございますけれども、その中でやはりあの、 今後ですね、廃炉に向けて中長期的なことを考えたときに、今汚染水が溜まっているところをですね、なんとかあの汚染水をえ除去して、内部を除染して、それでいろんなあの修理、修繕をした上で、今後廃炉に向けた道のりをつけなければいけない。そのためには、やはり基本的に汚染水をえどうにかしてですね、減らしていく。 で今あるものもあのどんどんあのアルプス等の浄化を装置を用いて減らしていく必要がございます。で、えー、これもよく出てまいりますけれども現状においてですね汚染水の,あの建屋内、えー、いわゆる原子炉建屋タービン建屋等に入ってくる流入量は、えー、日量が約400トンと、えー、目されております。 であのこの400トンという数字がですねやはり、えーまあ、日々積み重なっていくとですねあのすぐ何万トンというそういうレベルになってしまうということがございます。で、えー、政府にですねあの汚染水処理対策委員会というものが今年度できましてでその中であの汚染水の発生源その他についてですねあの、えー、検討した報告書 がまずあの今年ののの5月30日第3回の会合の中では、えー、汚染水の発生源となる地下水についてこのような、えー、記述になっております。でえー、丁寧に読みますと発電所、えー、敷地に分布する地下水は、えー、敷,地から敷地外から供給される地下水に加ええー、敷地内地盤への、えー、交付浸透 ですねえーまあ、年間の平均が1545ミリにより、えー、供給されて、えー、敷地の西側にある阿武隈山系の方向から、えー、東へ流れているというのが、えー、まず5月30日時点で出された、えー、第三回委員会の報告書で,技術でございますで、えーまあ。この場合ですね 雨の量というものは、まあ、あの正確に分かっているんですけれども、じゃあ,あの敷地外からです、ね、どれぐらい地下水が入っているのか、でそれが分からないと、えーまあ、汚染水の対策としてはあの厳しいものがあるとで、そういったものをちょっと検討してみようというのがあのまず最初の発端でございました。でえー、これはあの これもまたあのよく出てくるではございますけれども、あの福島第一原子力発電所付近の、まあ、地形学、地形的な特徴、でえー、ちょっとは見にくくなっておりますけれども、青い線が、まあ、水路や川などでございます、で黄緑色の線がです、ねまあ、地形的なまあ分水界のようなものが書かれてございます。で、えーまあ、あの福島第一原子力発電所に行かれた近辺を に行かれたこととがある方とかですねあのまあ空,中え空撮の写真とかをご覧になった,はなった方はよくご存知かと思いますけれどもあの福島第一原発の敷地自体がですねあのまあ丘陵地で一つの第一状の地形を作っているで独立したまあ一つの第一になっております。でえこういったですね第一がですねまああの我々の,あの地質調査 えー、が、まあ、1994年に行われておりましてで、えー、我々のところでですねあの、えー、と浪江および岩木富岡というあの名称でですねあの実質図服というものを出しておりますで実質図服と申しますも,ものは、まあ、あの大体ですねどういう種類の岩石があるのかっていうのがまず1つでございますでもう1つがどれぐらいの年代まあ 何億年前とかですね、何千万年前とか、何百年前とか、そういったです、ねえー、時代区分をした岩石がどのように分布しているのかということが、えー、ここに、えー、記されておるわけです。えっとそれでですねあの、福島第一自体はあの、ここが福島第一の敷地でございますけれども、あのこの、えー、っと、 青緑色のようなですね、あの色で塗られているところがですね、あの福島第一のあの、えー、立地サイトになっているあの地質でございます。で、えー、まああのえっ、ー、とですね、これあの まあ、機関とかです、ね、人によってです、ね、いろいろあの分け方がございますがで、えー、我々のところのいわき富岡という図譜の中ではあの大徳寺層と呼んでおりまして東前、まあ、さんの方はあの富岡層と呼んでおりますけれどもあのそういった地層があの分布しているところでございます。で、えー、これ見ていただくとですね、まあ、この青緑色のものが、まあ、ここにあると。 こういったものが、まあ、ちょっとこういったところにもちょろちょろと見えていますけれども、大体いい海寄りのところにあります。でえー、とこれがです、ね、こ,のこの線のところであの断面図を切ったものですね、あの立体的に見ているで。こちらがあの阿武隈山地のがございましてで、そこが双葉断層というもので切られていて、海側に主に堆積岩が分布しております。 えー、海側の堆、ね、積がどういうふうに分布しているかといいますと、まあ、こういったふうにです、ね、層乗にこう、えー、分布しております。で、えー、福島第一のです、ね、敷地があるようなところっていうのはもうこの一番上のところで,でございまして非常にです、ねまあ、水平な地質層の上にあの、えー、福島第一の,あの敷地がございます。でこれはですね大体1度から2度ぐらいあの海側に向かって傾斜している。 というような、そういったあの地質になってございますであの。先ほどのところはですね、ちょっとあの断面がですねあの、えー、ちょっと小さすぎますので、えー、福島第一のところをもう少し丁寧に見てみようというのでがあのこの図面でございます。でえー、これれは、えー、一応です、ね、あの東電ささんが出されたです、ねあの第 汚染水処理委員会の第5回、8月23日の資料ですね、でその資料に大体このあたりの、えー、構図が入っておりました。で、われわれがあの先ほどあのお見せしたですね、いわき富岡の是服とかですね、東電さんの設置許可申請書とか、えー、そういったものを加味してですね、あのもう少しあの、えー、深いところまで断面を書いたのが、えー、こういった断面になります。 でえー、福島第一が、減少建屋とかがあるようなところがここでございます。で、ここはですね、どういうふうになっているかというと、まずこの赤いように見えるの、これがですね、あの海性暖球堆積物といいまして、まああの砂礫等を中心とした堆積物になっています。で、この黄色いのがです、ねあのえー、中流砂岩、えーまあ、ある程度水を通しやすいです、ね、砂岩層。 でその下のです、ね、薄い黄緑のところが泥湿、えー、部ですねあの、ここにございますけれども、泥湿部で。ちょっと、えー、緑っぽいところが、ですねこれが五層部と呼ばれておりまして、砂岩と泥岩が互い,に、えーえー、互い違いになっているようなところとか、あのまあ、お互い繰り返しながら、えー、というところですねで。その下がまた同じように泥湿部がございまして、えー、ここちょっと。あの 薄くですね、線状に見えているのがです、ね、素粒砂岩とか再龍砂岩とかの薄いハサミがございますで、その下はまた比較的厚い冷し酢がございます。で、えー、で東電さんは富岡総というのは、えー、T3 武装、T2 武装、T1 武装と3つに分けてございまして、T2 武装というものがですね、これが あの先ほど申し上げました泥質部と同じようにあ,のあまり水を通さない泥岩、えー、からシルガンによってできておりますで一番下の T1 部層というものがです、ね、あのこれが、えー、また、えー、と中流砂岩と同じように水を通しやすい砂岩を主体とした層になっておりますで、えー、結果としてですねあのこの中で、えー、水を通しやすい そうっていうののは一番下のあ,のの武装であとここですね、えー、緑色の5層部分で一番上の中流砂岩でまあ一もっと上のですね断球堆積物のところは当然のごとく水を通しやすいです。で、えー、結果としましてどういうことになっているかと言いますと、まあ、雨が降ってきてですね雨が降ってきて、えー、まあ最初には弾球堆積物の中に入るんですけれどもそいつらはあのまあ 海に向かって緩やかに1度から2度傾斜しておりますから、えー、下に浸透してきたものが、えーえー、っと中流砂岸の中に入って不発、えー、耐水槽というものを作って、えー、建屋の中に入っているであと護送、えー、部っていうところは、まあ、あのこういったですねあの断球堆積槽の上に降ったものが下に浸透したものとあと えー、福島第一の西側にですねあの、まあ、中石の低地田んぼとかがございましてそこのところからあ、えー、と一定量の地下水が供給されてそういったものがまあ下に流れていくということになります。で,、えー、であの先ほど来もあの問題になってるですねあの阿武隈からの水っていうのはどこを流れているかっていうと流れているとしたら一番下の、ね、T1 武装っていう。 1> 1武装というところを阿武隈から、えー、供給されるような水が流れてくるはずです。で、えー、この T1 武装っていうものはですね福島第一原発があのまず1号機ができました。で1号機ができた時にですね淡水、まあ、原子炉で使う淡水の源としてこの T1 の武装にまでですねあの井戸を掘って揚水をして最初は ここの水を使っていいいたととうこここがございます。でここは確かにあの水を通しやすいんですけれどもあのこう見てお分かりのようにですねこの上はあの泥とかそういった水を通しにくいそうですのであの水を引き上げない限りはあまり流れないところですで水を引き上げればあのその分だけ、まあ、遠くからですね阿武隈の方からまあ水を引っ張ってくるというようなところでございますけれども水を引き,な引き上げなければ普段は停滞的っていうそういった、うん、あ。えー ことになっておりますで、えー、ここの上のところにですね、大体、透水係数っていうのは書いてございますけれどもみああの、その詳しい値を知っていただきたいというよりは、ですね泥質部とですね砂岩とかが、ですねあのオーダーが違うと、2桁から3桁は違うということ、要は泥質部っていうのは、砂岩よりも、えー、1000倍ぐらい水を通しにくいそうであると。 だからそういったところは、まあ、なかなか水が流れなくて水が通りやすいのは、まあ、この一番下のところと五、えー、層と中流差がということをご理解いただければいいかと思います。それでですねあのさで先ほども申し上げましたけれどもあの、えー、この近くこういったところの,です、ね、あの地下水というのは基本的に上から降ってきた雨によって寛容されているものです。 でえー、でこの一番下の層に関してはかなり遠くから来ますので、まあ、双葉断層とか阿武隈の方から来る水なんですけれどもあのこの水はですね直接的にはあのここで発生している汚染水の発生には関わっていない水でございますで汚染水の発生に関わっている水っていうのはもう基本的にこの中流砂岩を流れている不、えー、圧耐水層 であとは、えー、一部ですねあのこう、建物の基礎とかがですねあのとても深いものがございますで。4号機とかですねあの4号機の横の高温焼却炉というのがそうなんでございますけれども、あのそ,ういそういった建物はですね基礎が非常に深くて、えー、と1号機のように浅い基礎ではなくて、この5層部まで達している、えー、基礎になっております。で5層部までで、えー、してるとうことはですね逆に ここはあ,のある程度、地下水のです、ね、水圧がありますから、ご送部まで達しておりますと、建物の脇とかそういったところから水が出てくると、地下水が上向きに流れてくるというような現象が起こります。うんで,えー、で、そうしますとです、ね、結局ですね、あのまあ、汚染水の発生に関与する地下水については、まあ、敷地内地盤への降雨浸透ですと。まあこれは その通りで、ございますで、えーまあ、それで下半が供給されて、敷地西側の中積低地、先ほど申し上げた田んぼのところですね、田んぼのところから、省エネ地下水が供給されていると、でえーっとまあ、敷地の西側にある阿武隈山系から供給される地下水というものは、汚染水の発生にはまあ一切関与していないと、だからちょっとです、ね、あのこ,うこの図がです、ねまあ、イメージ的にまあ書かれているということもございますけれども、このイメージがちょっとあの間違っていた。 いいうことででございますねでもう一度、ですねあの、えー、福島第一の敷地とかを見てみますと、ですねあのここ、えー、先ほどですねあの上上のところに、ですねあの断球堆積層があって、こう平坦地があるということを申し上げました、で今見ると、ですね平坦地ってそんなにないんじゃないのかなというようなイメージもございますけれども。あの ただ、この35メーター板というのがもともとの平坦地で、まあ、そこを掘り込んでいるというような形にあの今なっておりますで。昔どうなっていたのかというのがです、ね、あのございまして、えー、これはです、ね、あの福島原子力発電所の建設記録調査編い例名という、ね「黎明」という映画からちょっとあのキャプチャーをしたものでございますけれども。あの まあこれ、は海から見た図ですね。でこれ、空撮した図です。であのここ、ずっと平らなあの面がずっとありますけれども、ここがです、ね、今、あの福島原発で35メーター板と呼ばれているところでございます。で、それで,です、ね、大体です、ね、この辺りに1号機、で、ここの辺りに2号機、で、えー、ここに3号機、で、これ、4号機。で、えー、そういったことになっているで、 こういったですね。平坦面をまあ切り開いてえー、ま。福島第一原発が現在立地されているとで横から見てもですね。ここ平坦面がずーっと繋がっておりまして、これがいわゆる3。5m 版っていう昔のところです。でこれあの島模様があのお分かりになるかと思います。けれども、これはあの？ 砂と泥がです、ね、あの若干浸、ね、食に対して強いとか弱いとかっていうのがございますので、えー、それで,です、ね、このし模様が見えていて、まあ、ご覧のようにです、ね、比較的平坦あのこの海水断球面と平行なです、ね、平坦なあな面になっているということがお分かりになると思います。で、えー、っとこの、まあ、これ昔の地形面でございますけれども昔、えー こちらがあの昭和27年の5万分の1の地形ですで福島第一の、ま、立地前のですね、こののっぺりとした平坦面が見えますでここあの大芋沢という小さな沢がございますでこれ、ま、長さ八0 0 8 0 0メートルぐらいでですねまああのあまりですねあの 水要はその辺りから水はあまり集めてくるようなところでもないのであの掘り込みが比較的浅いですねで先ほどちょっと見えてた4号機の辺りの崖っていうのも、まあ、そんな深い谷にはなってないでこういったところを削ってですね今あのこう削ってですね1234とあと56と、えー、というようなあの、えー、建設がなされているということでございます。 であのえー、これあの、先ほどもお見せしましたけれども、これはあの、えー、地質調査所が作ったです、ね、波大見岩木富,富岡という、まあ、地,形あの地質図譜でございます。で先ほど、まあ、概要を説明しましたけれども、この辺りに、まあえー、大徳寺荘と呼われる荘珠、うんまあ、がございまして、まあ、ここにあの福島第一があると。でえー、我々がです、ね、ここの えー、地質図工を作ったときには、ですねもうここはあの福島第一の,あの敷地の中でございましたので、あのここはですねちょっと立ち入ることができなくて、ですね、まあ、あの人口改変もされている土地ということで、ちょっとあの、えー、灰色のこう表紙になっております。でここについてはですねあの東電さんが、ですねあの、えー、<laughs> 設置許可申請書でマーク比較的詳しく書かれておりまして、えーまあ、ここ、えー、ちょっと赤っぽい。 赤紫っぽい色ですけれども、これが、まあ、M 面の断球堆積物って、まあ、これは海星断球ですね、で、あとちょっと、えー、それより古い、えー、断球堆積物があったり、ですね、その下にですね、えー、富岡層のですね、えー、はあの黄緑色になってて、えー、こういった崖のところの、縁のところにずっと出ているというような、えー、実質を抱えております。でえー 私あのそれでですね、あのまあ、こちらがです、ね、あの地質調査所がです、ねあのえー、と岩木富岡図福で出した宗、ね、助ですね、宗助で、こちらがあの東電さんの宗助でございます。宗助区分としては、ですねこう若干ずれているところはございますけれども、大体整合性があってですね、あのえー、まあ 東電さんの調査の、まあ、正確さというのは分かりますとであとですねここ、えー、水色というのか青っぽく示してもらいりますけれどもこれがですね先ほど来申し上げた中流砂岩5層部で T1 部層というです、ね、あの水を通しやすい耐水層でございますでこれが,が耐水層になっているということでございますで、えー これも先ほどお見せいたしましたけれどもその耐水層がどうなっているのかっていうところで先ほど来申し上げておりますけれども上から降った雨で寛容される負圧耐水層がここにあってで飛圧耐水層がその下に五層部があるで元遠いから来ている T1 不層っていうものがこれありますで、えー、とこれらまあ,あのもっとですねこの 上の方をです、ね、もう少し詳しくあの見た方がよろしいので、えー、ここでちょっと見ますけれどもあの先ほど申し上げましたように、えー、降雨によって、まあ、寛容されるで、えー、上の方にですに、ね、こ,こ,これ地下水線なんですけども地下水の探、えー、球堆積層の中に、まあ、地下水の水面があって、えーまあ、崖の方になると、まあ、中流佐賀の方へ落っこちていく。でそれでえー こういった負圧あの耐水槽の水が、まあ、建屋の中に侵入している。で一方ですね五層部の方はこの第地の、えー、西の端の方から寛容、まあ、されて、えー、あとは地下水が少し入ってきて流動しているというようなことになってございます。で、えー、こういうですねあの上から降ってきた水っていうのはあの酸化的な水になっています。で こここにです、ね、この前あの、東電さんがボーリングされたあのもの,のです、ね、があの、えー、と先週の金曜日の、えー、資料として公開されておりますの、ね、でそれをちょっとお見せいたします。でこれあの、ボーリングコアなんですけれどもこれ上の方がゼロでずーっと下にいくと、えー、深いところに行きますけれども、えー、この大体ちょっと赤茶色っぽい、えー、ところですねこれ,あのこれがほとんどが中流左岸のところでございます。 で中流砂岩は、まあ、上から降ってきた水を通しやすいということで、まあ、酸化的な水によって、まあ、風化してこんな色をしましたでそこから下は泥質部があってです、ね、こうちょっとなんか崩れかけているようなところが見えますけれども崩れかけているようなところは護層部と呼ばれているところですでこういったところはあの、まあ、土本来がです、ね、あの還元的な環境にあるので、まあ、こういった、えー、ちょっとです、ね、還元色というのか正解色というのか青っぽい灰色 みたいな色をしております。ではえー、っとですね、あの今あのお話したようなあの地下水のですね流れとかそういったことについて、えー、ちょっと安住派の方に変わってですねあの詳しくご説明をします。立ってやってもいいですか。どうぞ。 えっと今塚本の方から話がありましたがあのこの福島第一原発の汚染水の発生にかかるその地下水のもとというのは基本的にこの第一条に降った雨ということだったんですがそれを踏まえた上でですねこの敷地内でどういうふうに地下水が寛容され流,動し流出しているかというお話をこれから水門学の基礎方程式などを使いながらえご説明したいと思います。 その前にです、ね、あのこ,のこの地域だけで呼ばれる先ほど塚本も言ってたんですがこの3 5メートル版1 0メートル版 4m 版という名前がこれから出てきますのでこれをまず記憶に留めていただきたいと思います。3 5メートル版というのはこの第一の西の端の方からこのこ,こに崖がこう掘り込んだところがあるんですがこの崖ぐらいまでを3 5メートル版要するに標高が3 5メートルということです。そしてその下にです、ね、原子炉建屋とかタービン建屋があるのが1 0メートル版標高1 0メートルぐらいのところに 南北に並んでいますそしてそれより一段下がって4メートルとといいいううのがあっってて海にに向かっているということになりますそしてあの雨ですが基本的にまあこの35メートル盤それからあと10メートル盤とか4メートル盤でも染み込むわけですがそれが染み込んで地下水になって観用するとそしてそれが海に向かって流動して流れて最終的にはこの海岸部で流出するというようなえ地下水システムが 構成されているというふうに考えられます。これから順次ですね、緩容流動流出の順に、もう少し詳しくお話しします。ま,すまず地下水緩容についてです。とこれはですね、えっと富岡のですね、1981年から2010年の平均月別降水量を示したものです。えっと横軸が月です。そして縦軸が月の降水量ミリで表してあります。 これで富岡の平均年降水量は1550ミリぐらい1.5メートルぐらいというふうに記録されていますそして月別に見るとですねまずあの春がと冬が明けて春になるとですねこの三四五ぐらいに一雨が来ますその後さらに大量の雨がこの6月7月の梅雨期にもたらされますそして8月があるんですがその後の90さらに大量の雨が台風によってもたらされると いうこのような、えー、雨量分布をしますそしてこれがまあ地下水染み込んで地下水のもとになるわけですが反面ですねこの11月12月12月っていうのは非常に雨が少ないという時期になりますでは次お願いしますではその雨が染み込んで地下水寛容して地下,水に地下水が寛容されるわけですがじゃあそれがどのように染み込んでいて地下水になるかということですがこれはあの2つの極端な例を示しました。 要するに地表面のそののそそ状態によって全然量量がが染み込む量が違ううとということを示した図ですまずこの左側ですが例えば駐車場、まあ、アスファルトで舗装された駐車場とか既存の建造物あるいはタンク群それからあと地盤改良済みのエリアというようなものは、まあ、地表がですね不透水性地表面水を染み込まさないような地表になっています。そそしてそれと 対極にあるのはですね、こう人間の手が加わってない自然のままのリンチとか草地とかあるいは未放送地なというのがあります、まあ、実際にはこの中間の場合があるんですがとりあえずこの極端の2つの例を挙げて説明させていただきますまず左側のこの不透水性地表面で地表が覆われているところっていうのは雨1550ミリが降ってもですね、基本的に水は染み込みませんから地下水にはなりません地下水管よりはほぼゼロということになります そそしてそのほとんどの雨は地表表面流出プラス蒸発で失われると要するにその駐車場とかかの脇ににある側溝とととですね排水水路に入っててて地表水として流れいいくということとになりますところがこちらの自然状態の方ですねあるいは植生があるとか透水性地表面であるようなところはですね雨降った雨のですね今度は逆に表面流出っていうのはほぼ起こりません。 この残りはどうするかというと、まずだいたい6割5分に当たる850ミリっていうのが地下水になるというふうに考えられます。じゃあなぜ850っていうのが出るかというとですね、実はその残りはですねこの蒸発散というので700ミリ失われるという結果が青山千九百八十七年によってこの浜通りで示されています。要するにこの差し千五百五十から七百を引いた残りが八百五十ということになります。 この蒸発酸っていうのはもうあの改めて説明することもないかと思うんですがあの地表面に染み込んだ雨が土壌の表面から失われる大気中に失われるのが蒸発それから一旦染み込んだものをです、ね、植物の根が吸い上げて大気中に出すというのが蒸発ということで両方合わせて蒸発酸ということでその量が700ミリということで残りの850ミリが地下に入っていくということになります。まあ、実際にには先ほど言いまましたようにこのの中間の場合があります例えば アスファルトで舗装はされていなくても例えば重機がよく通るような道路そういうところは舗装はされてはいなくてこういう地盤改良もやっていないんですが実際はこの自然状況にある状態にあるようなところに比べれば染み込む雨の量は少なくなるということで、まあ、そういうところをどう評価するっていうのは非常に重要な問題なんですが、えー、まあそ研究者もそういうところを今研究してる人もいるぐらいでなかなか難しいところであります次お願いします。 そしてじゃあその雨がいろんなとこから状態で染み込むわけですが、じゃあ実際どうなっているかということでまず35メートル版のフワト地下水の水位変化を示しました。縦軸が水位です。えっと海水面より25メートル、30メートル、35メートルということで縦軸が取ってあって、横軸は2011年の9月台風時からずっといって2012年の4月まで取ってあります。 これでですすぐ分かっていただけると思うんですが要は寒葉量が多いこの地域で地下水,になる地下水の寒葉期我々は主寒葉期と呼んでいるんですがこの梅雨梅雨の時と67月の梅雨の時と91011月の台風の時というのが圧倒的に地下水になる量が多いということでその12月以降はこのように低いわけですがこういう現在あるような活水期になるわけですがそれに比べてだいたい3メートルぐらい。 水位が高くなるということは耐水槽のというか地下水の厚さが厚くなるということですのでこの梅雨期とか台風時っていうのはその地下水の量も多くなるということになります。次お願いしますではこのように入っていった地下水がどういうふうに流れるかっていうのをまず地下水の流動ということについてお話しします。 これは先ほどから塚本が何度も言っておりました「負圧地下水負圧耐水槽」と「飛圧地下水飛圧耐水槽」をまあ漫画的に書いたものであります。ここがこう地表面ということでこういうふうにまず一番浅いところにあるこの「負圧地下水」がある「負圧耐水槽」の中にある「負圧地下水」ですがここは雨が先ほど言った寒油によって染み込んでいきます。ゆっくりゆっっくくくりり染み込んでいくんででいすが その下にこ,う南東水槽この福島原発のところでいくとその泥岩層になるわけですがあそれでこの上の方が暖球堆積物と砂岩層というふうに考えていただければいいんですがそこを染み込んでくるんですがこの南東水層が水を通しなくて水をダムアップするということでこの上にこの青色で描いたような負圧地下水まああの井戸の中を覗くとあの水面がよく見えることがありますがそういうこの水面飛圧負圧地下水がこう形成されると。 そしてまあ水は高い方から低い方に流れますのでこのような矢印に沿ってこう形になりますそれでじゃあこの流速がどのくらいかっていうのはあのまああの地質によっても全然違うんですがまあ砂とかれきとかまあよく水を通すこの場所にあるような砂岩とかですと大体1日に1 0ンチとか数十センチとかそのぐらいの尾だというふうに考えていただければいいかと思います。 もちろんこれが例えば溶岩であるとかその石灰岩カルストの地域なんかですと中にこう川みたいなものがありますのではるかに1日に何キロとか何百メートル何千メートルっていうようなこともあるんですがこのような割とこう均質なです、ね、この福島の現場もそうですが断、えー、球堆積物とか中流砂岩層のようなところだと大体オーダー的に大体1日に数十センチ程度と考えていて大きな間違いはないかと思います。 あの非常にこの土と土の粒子の間を縫うように、地下水がゆっくりゆっくり流れますので、もう本当にゆっくりゆっくり流れるという形になります。さて、では、もう一つの耐水槽、もっと深いところにある。この気圧、地下水、気圧、耐水槽のお話をします。この気圧、耐水槽っていうのはですね。この要するに水を通しにくい、南東水槽と南東水槽にこう挟まれた形にあります。まあ、寛容っていうのは要するに、この降った。雨がこう染み込んでいって。 水面を作るしかないんですが、その後まあこれも下流に向かって流れるようになるんですが、ただ流れていく過程において全然その地下水は他に加わってきませんから、ゆっくりゆっくりゆっくこう所、転式にこう押し出されていくというような形になります。この気圧地下水の透水性が透水性っていうか、流速がどのくらいかっていうのを、またこれ地質によってあのかなり違うんですが、基本的にはその負圧地下水の流速よりかなり遅いっていうのが一般的であります。 そしてですね。この気圧、耐水槽の中にこういうとこに井戸をこう掘りましてですね。ここからだけ水を取れるような形にして、井戸を掘ると、この中は水面がこう上がってきます。例えばここだとこここの地域だとこうなります。そして、この結んだ紫色で結んだ線が比圧地下水ということになります。要はあのこの？ えっと、この南東水槽と南東水槽と阻まれた耐水槽っていうのはあのこういうふうな有時間がありますねこのガラスの有時間を作って片方に水を入れると反対側もほぼ同じところまで水位が上がってくると思うんですが結局そういうようなものになります。ただですねあのやはり流動によってエネルギーが失われていきますのであの本当だったらここの水位にあれば全部がこのもう少し高いところまでいかなくてはいけないんですがやはりそのエネルギーロスがあるんでこのような形で少し下がったような形になると。 いうことになります。じゃあお願いします。では、あの実際の原発の敷地内でですね。どのように地下水が流れているかっていうのを、まず負圧地下水探球堆積物砂岩層中の負圧地下水の、えー。場合から見ていきたいと思います。と、これはあの平面図です。ここが1号機から4号機があって。 これが10メートル版、その上に35メートル版があるんですが、この赤点の地点でですね、東電さんが水位を測ってこの地下水面図っていうのを書いています。要するに水面が等しい点をこう結んだコンターズで、要するにあの気象学でいうとこの等圧線みたいなものです。で、ここが35メートル、30ずっといって、ここで急に下がって下は5メートルということになります。そしてですね、地下水の法則としてですね、まああの気象でも風でも全く同じなんですが。 地下水の流動方向っていうのはこの透水線にほぼほぼじゃなくて直行するように流れます。ということでだいたい引いてみますとこういう感じちょっと真ん中辺だと北西に北西じゃないですね東北に引っ張られるような形になるんですがほぼまああのこの1号機から4号機間では東西に地下水が陸の方から海の方に向かって流れているということが分かろうかと思いますじゃあ次お願いします。 では、この負圧地下水の流速というのはどのくらいかという。この現場に即して東電さんがあの示した。パラメータを使いながら概算してみました。これはあの負圧地下水の流速を出すには、このも非常にもう百五十年ぐらい前に提案された。提示された法則なんですが、フランス人のダルシーという人によって提案された。非常に便利なダルシーの法則というのがあります。これはどういうものかというと。ダルシーの流速というのは、透水、系水に導水勾配をかけた。 とということでこでの透水ケースっていうのはですね地層の水の通しやすさを示す指標で左岩層なんかは大きいし泥岩層は先ほど塚本も言いましたより3オーダーぐらい低いというようなものです。この値として東電さんが示したのパーセあとじゃあその掛け算する導水勾配っていうのは何かというとですねこの地下水が一定距離を流れたときにどれだけこう水面が下がるかと地下水がこう流れるわけですがこの デルタ H ということになります1枚戻してくださいそしてこれでですね、先ほどの図で導水勾配を求めると例えばこの35メートル版で求めるとこの35メートルの透水線と30メートルの透水線水平距離は220メートルになりますつまり220メートル地下水がと東の方向に流れる間にその水位っていうのは35から30要するに5メートル下がったということなので 負圧地下水の導水勾配というのは二百二十分の五程度ということになります。じゃあ次お願いします。そしてここに、先ほどの二百二十分の五というのを代入すると。ダルシーの流速というのは一日あたり。まあ、六センチ。ぐらいというふうになります。そしてですね。ここで。 実際の流速今我々が知りたい地下水の実,測実際の流速というのはこのダルシー流速を有効感激率というもので割ったものということで、まあ、この感激率を、えー、東根さんの提示した値を0.41を使,えると使うと負圧地下水の流速っていうのは1日当たり大体1 5ンチというぐらいの程度の値だというふうにまあこの 14の4っていうのはどこまでプラスマイナス何パーセントっていうのは何十パーセ10%ってのはわからないんですが、オーダーとしてこのぐらいの値になると1日に。まあ十数センチですから非常にゆっくりした。流れではあるけど、まあ、確実に東に向かって流れているということになります。次お願いします。じゃあその流速はじゃあわかったんだけど、じゃあどのくらいの流量が地下水の量があるのかと。先ほど梅雨とか台風の時には？ 地下水,が水面が上がってくるのでより地下水は流れる量が流れるって言ったけどじゃあどのくらいのオーダー流れてるかっていうのを一応また概算してみました。また同じように先ほどのこの、えー、地下水面図を使いまして、えー、この A から B1 号から4号機の間の水平距離7 0 0ルというのを使います。それれから耐水槽のの厚ささななんんんでですすががこれも東電さんの資料なんですが えー、ここに水があるんでこの黄色の部分上が暖球堆積物それから下が中流砂岩なんですがこの深さは1 5ルということで、えー、負圧耐水層の幅7 0 0ルに負圧耐水層の厚さ1 5ルをかけてそれにダルシー流速をかけてこれを、えー、1日のあたりにすると大体いい1日6 0 0ンという計算になります。 まあもちろんこの AB 途中の段階で600トン西から東に向かって流れてるっていうことですからその後まだここら辺には拉致とかいっぱいありますのでさらに地下水が入ってきてその地下水の600トンがどんどん増えて一部が縦や中に流出してその残りが海に向かって流れていくというこういう構造が考えられるかと思いますますす目安とししてはこのようなあたりになりに次お願いします。 今の負圧地下水一番浅いところの地下水だったんですがじゃあその1個下の5層中の飛圧地下水がどのぐらいの流速で流量があるかっていうのを概算してみました。ここはですねあの実は5層中の水筒の水位のデータってあんまりないんで限ら使えるデータが限られてきちゃうんですがとりあえずこの3 5ル版にある B の2という井戸と1 0ル版にある DW という井戸の 水筒を使って計算しましたそして同じようにこれもあの気圧地下水でもダルシーの法則がそのまま使いまして、えー、この場合ですね L 水平距離 L が流れたときにどれだけ水位が下がるか DH ということで同じように導水勾配を出しますそしてこの場合ですね35メートル版 B2 の気圧地下水が20メこれ東電さんが出している値ですが20メートルそして10メートル版の 気圧地下水が8メートルですので、この図でいくところの水位の低下は12メートルということになります。そして D2 と DW3 のこの距離が270メートルですから、えー、導水勾配というのは270分の12という値になります。そしてこれに同じように導水係数、これは中流砂岩が3かける10の5乗メートルパーセクだったんですが、東電さんはこの合奏中には1かける10のマイナス5乗という値、3分の1の値を設定しておりますので、これを てさらに有効感激率を0.41とすると飛圧地下水の流速っていうのは1日大体1 0ンチ程度とまああの負圧地下水の3分の2ぐらいの流速というふうな形になりまあ、目安としてこのぐらいの値になります。じゃあ流速は求まったんですけどじゃあそのどのくらいの量が絶対量が流れているかとなるとですねまだこれも同じように。 この AB の断面でやっていますと 700m ですそして5層の厚さがだいたい 6m ぐらいですのでこれを断面積をかけてダルシー流速をかけると1日170トンぐらいというふうな概算値が得られますただあの先ほどもちょっと言いましたが5層中の あのに達したい観測船の本数が今、非常に少ないので実際、地下水が、ですね飛圧地下水も不圧地下水と同じように西から東にそのまま向かって流れているかどうかというのは今後、検討の余地がありますのでまあ一応、不圧地下水と同じようにほぼ西から東に向かって、飛圧地下水がこの700メートルの間を流れているとした場合、こんな形ということでまあ今後、検討の余地はあるかと思いますが目安としてこのような値が得られますじゃあ次お願いします。 じゃあ、続きましてです、ね。今は、その、一番浅いところに、負圧地下水と。その下の粘土層と粘土層に挟まれた、5層の、要するに、水平の。流れだったんですが。じゃ、この、もしですね、負圧、比圧、耐水層の間に。連絡があった場合は、どうなるかというお話を、ちょっと込み入った話になるけど、お話しします。すなわち、延長方向の地下水流動今までは水平、横方向の。地下水流動だったんですが。その間のですね、この粘土層が。 もしここになんか人工的に何かあってそれがつながってしまった場合亀裂あるいは人工工事によって上と下の負圧耐水槽と非圧耐水槽がつながった場合どうなるかっていうお話を考えてみたいと思いますこれはですね35メートル版と10メートル版4メートル版と全然状況が異なりますまずこの一番上の35メートル版ですが、えー、この水筒を見てみるとですね えー、負圧耐水槽負圧地下水の水筒の方がですね青色がその下にある5層中の圧耐水の圧水水より高いところにありますところがですね 10m 番と 4m 番ではそれが逆転します。すなわちですねこの深いところにある非圧耐水槽非圧地下水の水筒の方が圧力の方がその浅いところにある負圧地下水の水筒圧力より高い。 ということになります。ということはですね。じゃあお願いします。もしこの35メートル版で、この間の粘土層に何か溝を通しやすいポーションがあったらどうなるかというと要するに、上から下向きの地下水の流れ、要するに負圧地下水が下に降りてきて、気圧地下水と交わるというような形になります。じゃあ次お願いします。じゃあ10メートル版と4メートル版この10メートル版というのは原子炉建屋とかタービン建屋があるところですが。 そういうところとあと 4m 番ではどうなるかっていうともしこの2つを隔てている粘土層の間に水の通り道ができると今度は下から上向ききのの水の流れができます要は下の部署にある下のところにある飛圧地下水がですね上向きに地表に向かって流れていって浅いところにある不圧地下水と交わるというような形になります。 じゃ、実際こういうことが起こっているとまあ、こういう説明するんで実際は起こっているんですが、これもまあ先ほど塚本が言いましたように、実はこのような現象がですね。その4号機とですね。その脇にあります。高粘着炉立てをね。高温燃焼炉建屋,焼,炉建屋焼却炉焼却炉建屋では起こっているというふうに考えられます。すなわち、あの1号機から3号機はですね。この建屋の一番底がですね。 黄色の左岸層と下の濃い五層部の間ちょっと薄い。緑色の、要するに粘土層で終わっているんですが。四号機と、高温焼却炉。はですね、さらに深く。掘り込んでいてですね、この濃い緑色の五層。のそこまで来ています。ちょっと、あの、深さが全然違います。そしてですね、何が問題かというと、この四号機と高温焼却炉はですね、その。 建屋の脇にですね。埋め戻し層っていうのがありますので、えー、そこがですね。要するに上の負圧耐水層と下の下の気圧耐水層をつなぐ通路になっているんじゃないかという風うに考えております。次お願い。これはですね。震災前の原子炉建屋周辺の地下水なんですが、これはあの震災前です。この時は何をやってたかって言うと要するに4号機などではですね。その建屋の一番下の5層部でサブドレインというので、地下水をどんどん汲んでいました。 ということでこの5層部の飛圧地下水をこの付近で組んでますので他の周辺に比べてガクッと飛圧水位が落ちてるんですがそれと同時にですね負負圧圧水水より浅いととところの負圧水位も周辺に比べててガクッと落ちてると、はい、要するにこの周辺で飛圧地下水位も負圧水位も落ちてるということでただ組んでるのは五層部だけということでこれが何を意味してるかというと要は飛圧地下水深いところで組んでるんですけどその 上の負圧地下水も一緒に引いているということです。すなわちですね。4号機周辺では、負圧地下水と気圧地下水が連絡しているということを、この如実に示しているデータであります。そして、もちろん震災の後はこのサブドレインによるこの用水をやめています。じゃあ何が起こるかというと。じゃ、今度はですね。先ほど言いましたように、気圧地下水下にある気圧地下水の圧力の方が上にある負圧地下水より大きいわけですから。 上向きの地下水がが流動が起こってくるということでここを拡大してみますと5層部を流れてきた地下水っていうのはこの4号機建屋原子炉建屋の周辺にあるちょっと白色で見にくいかもしれませんが埋め戻し層を伝ってですね上に上がってこの黄色の砂岩層中を着たっと地下水と混合して汚染水の増加にそれなりに寄与しているという。 状況に現在はあるというふうにデータは解釈されます、まあ、その建屋周辺の埋め戻し部高等水性領域の透水性がどのくらいであるかとかっていう見積もりが現在のところできませんのでその量まではなかなか定量化は難しいんですが現象としてその地下水の流れというのは現在はこのようになっていると。1号機と3号機は違うんですが4号機と高温焼却炉とタテヤの脇ではこのような形になっているというふうに考えられます。 じゃあ次お願いしますえ今までの話でですね寛容とそして流動という話をしましたそして最後にですねこのような地下水が海に向かって流出するんですが最後のこの流出のお話をします次お願いしますこれはあの海岸部のですね地下水とですねこちら海ですねのその 境界をその。表す法則としてですね。外弁ヘルツベルグの法則。これももうずいぶん昔に100年以上前に提案された法則ですが、こういう基礎法則があります。この図でいくと、これが地表面でこう地表がこう降りてきてですね。ここが海水面です。そしてこの？上にあるのがこの地下水面です。 で海水面をそのままずっとこう取っていくとこの地下水面と海水面の差をですね H とするとですねその下のこの地下水のですね厚さっていうのは Z は40分の H という非常に簡単な式で表すことができます。だからですね例えばこの地点でその地下水の高さが海水上に例えば50センチ上にあるということをすればなればですねその下の 淡水地下水の厚さは 0.5×40 というので2 0ルというそういうまあ簡単な式です。そしてそれより外の部分はですね海水が入ってきていると、まあ、海水くさびと呼んでますがこの塩水くさびが入ってきているとそ,てその上にこうな形になりますただですねこれはですね地下水が流れていない場合と生,生理学的にスタティックな状態。 の場合です。ただ実際は地下水は流れていますので、これとは少し違ってきます。次お願いします。これがより現実に即した形での、えー、海水と地下水との境界を示したものです。ちょっとここに、ね、色を変えればよかったんですが、このこの線ですね。このインターフェースって書いてますが、この線のこちら側が海水、そしてこちらが左側が地下水ということになります。そして海岸線はここになります。 そして海水面がこの上ですねそして地表面がここ一番上そしてこの海水面がちょっと上がったような形で地下水面がこう伸びています。何が違っているかというとですね地下水が動いている場合何が違ってくるかというとまずあのここのです、ね、海岸線より沖合に向かって海底にですね地下水の浸潤面ここで XO と表していますが地下水の浸潤面ができるということです。ここの部分ですね ここのの赤でで示しているこの部分ができますということであの今回福島のことを考えますとです、ね、この不圧耐水槽では 4m 版の地下水っていうのはあのかなり汚染されていることが報告されておりますのでこれがですね海に海岸まで来た時にその後どこまでこの海底まで出るか要するに新順面の大きさはどのくらいかっていうのが非常に大きな問題になってきます。 だけどですね、じゃあその真順面の長さ xO っていうのはどうやってやるかっていうとです、ねまあ、この式はありますが要するにですねその流量がですね地下水の流量が大きいほどこの真順面っていうのは大きくなってきます。ということはですねこの4メートル版の地下水を下げれば流量は減るわけですから水を地下水を汲めばですねそれなりに真順面っていうのは 手前に戻ってくると沖にあったものが手前に戻ってくるという形になります方向的にはそういう話になりますじゃあ今お前が手元に持っているデータ東電が出しているデータでいいからじゃあこの XO 新順面の長さどのくらいかを言えって言いますと実はできません ととといいいううののはどうしてかと言まますすすあまりににこの今現在ででねあの海岸部に人工構築物が多いです例えば矢板は打ってあるしその内側にその水ガラスで注入して壁を作っているさらに奥ではウェルポイントで地下水を吸水しているさらに港湾内では海側の遮水壁を作っているっていうことであまりに人工構築物が多いのでこの簡単な式ではちょっと当てはめてこの XO というのを求めるのは難しいのが現状です。まあ、今後ですね シシミュレーション等を活用しましてです、ね、この XO っていうのをそれなりに評価していくということが必要ではないかというふうに思っています。ただですね現状ではですねこの福島第一原発に4メートル版の地下水っていうのは海水準よりだいたい1から1.5ずか1から1 5メートルぐらいしか高くないんで仮にですね港湾、まあ、内に出ているのは間違いないとしてもそれほど極端に 遠くまで,です、ね、その負圧地下水が出ていいるととうことは考え水門学の常識では考えにくいと思いますがまあそのどこまでどのくらいまでこの X 層があるのかっていうのは今後はシミュレーションというふうに考えております。じゃあその下の非圧地下水はどうかというとですねこれもまたあんまりデータがないんですがただ東電さんとかが出した物理点探査データ海底のですね探査データによればそのこの南東水素の下に5層があるわけですが。 5層が海底面に露出する可能性は低いというふうに思いますですからこの上を追ってるこの南東水素の圧が今ぐらい陸側ぐらいと同じようにずっと海まで続いていって同じように透水性が低ければですねこの負圧耐水素のない形での海洋への流出は考えにくいのではないかというふうに思いますただですねこのリスク評価を絶対やんなくてはいけないと思います例えばその連続性が本当に 確保されているのかそしてその暑さはどうかそして本当に透水性がずっと低いままであるか一部高いところなんかないだろうかとかそういうことも含めてですねリスク評価は絶対にやらなくてはいけないというふうに思いますはいでは次お願いしますそしてですね、えー、今あのと塚本の話にありました水門地質学的に考えるとその福島第一原発の汚染水の発生にかかる地下水っていうのはその敷地,地に降った雨だと そしてそれが入った後どういうふうに流れるかというご説明をしましたが、まあそれを全部踏まえた上で,ですね、じゃ汚染水の発生にかかる地下水の収支量をあの見積もってみました。とこれはあの産総研、層圏我々が見積もったものです。汚染水の発生にかかる地下水の収支です。でここにいくつか、えー、まず仮定があります。これは先ほども申し述べましたように、負圧地下水はほぼ西から東へ向かって流動していると。 そして計算したのは南北距離700メートル1号機から4号機の間そして東西距離は1100メートルとしましたで、この建屋の一番あ敷地の一番西の方はですね五層部への寒容域ということになりますのでその部分を除いた1100メートルというのを東西距離にしましたそして年光水量を富岡町の30年の値1550ミリにしてこの蒸発年光水量から失われる蒸発産量を700ミリ これを浜通りになった青山岡1987年としました。そして、えー、現在ですね。もうよくご存知のようにその敷地はですね。拉致ばっかりじゃなくて、かなりの部分がそのタンクとか建屋とか駐車場とかっていうふうに覆われています。これを何パーセント取るかっていうのが非常に難しいところはあるんですが、まあ、仮にえー、まあ、本当は現地調査をしなきゃいけないんですが、そういうのはできないんで、航空写真とか。 Google とととかで見るい50%ぐらいと考えていいいいいんじゃないかという,ふうに思いますそれでその被覆率を50%としますとこの福島第一原発の敷地におけるですね降水による不圧地下水の寛容量っていうのはこういうふうな形で求めて1日当たり900トンぐらいというふうな、まあ、ラフエスティメートですがこのような値になります。 でこれはですね東京電力さんが25年8月23日の資料で示した同じような汚染水水ののの発生にかかる地下水の収支の結果です、えー、東電さんは我々とちょっと方法が違いましてまずは南北距離はちょっと8 0 0ルで我々は700としてたんですがちょっと長めにとっています。そしてですね海へ流れてる量っていうのをこれをまあコンピューターシミュレーション3次元浸透流解析年光水量1,545として。 交互浸透率を30%とした場合東電さんは海流れてていいるを400トンパーデーとううふうに見積もっていますそれからこれはある程度実測値にもよるものだと思いますが建屋への,の流入量400トンということでこの山からの地下水量を1日800トンというふうに推定しています。まあ、我々が900トンということで、まあ、こちらが800トンということでそれなりにいい整合性が見られているということで、まあ、これをがって考えるとですねその 我々がずっと主張しているその原発敷地内の地下水のもとというのは降水によるほぼ降水によるものだよということをある意味では、まあ、そ,のその考え方の正しさを裏付けているような結果ではないかというふうに考えていますあではここで演ジャ変わりますえー えっとそれでは、こういったですねあの福島第一の,ですねあの敷地の中の地下水に関してですねまあどういった期限があるのかでえっといったことを検討してきましたけれどもあの最終的な目標としてはやはりあの汚染水を減らすということでございますのでえそのための地下水の制御をどうしたらいいだろうか、え。ー 地下水をかあの管理コントロールするそういった方法論について、えー、述べさせていただきます。でこれあの先ほど来出てきておりますけれども、あの基本的に、えー、汚染水の発生に関与している地下水っていうのはほとんどがあの大地の上に降っている雨であると、でまあ一部ですねあの田畑の方集積地から入ってくる地下水が少しだけ入っている。 といいいうう状況でいるというそういう現状認識のもとでではあの、えー、この場合にですねそのどの範囲まで、えー、地下水の制御の時に考えなきゃいけないのかということなんです。で先ほど来あのこの,です、ね、あの原子炉建屋の周りとかのところで5層のところを流れている水は、えー、4号機とか高温焼却炉そういったところで上向きの流れになって 負、えー、圧地下水にまあ合流ししていいるる可能性がまあ考えられるととうことを申し上げました。で、そうしますと少なくともこの5層のところまでは、えー、深さ方向で考えないといけないということになります。でこれより下ですね、まあ、先ほどあの一番下の T1 層とかこの辺りございましたけれどもそこはもうあの汚染水の発生には関与してない地下水であるということになります。でえーまあ、これ、あのー 福島第一の、えー、敷地でございますけれどもそうするとですねどの範囲をに降った雨があの、まあ、直接的にあの汚染水の発生に関与しているのかということを考えていましたで、えー、先ほどのようにですね 35m 版に降った雨があの関与しているということでございますからこういったですね、まあ、あの自然の敷地の形状を考えればこういうふうに 35m 版 ずっと続いているということでございますから、えーまあ、その辺りは全部関,与関係してるでしょうと。であとはですねあの、まあ、自然の地形としてですね川あの、えー、南側には音沢川で北側には羽之木沢っていう沢がございます。で、えー、とここ一部ですねあのちょっと給料、えーまあ、地が続いておりますけれどもあの、まあ、こういったところに降った雨も一部こちら側へ来る可能性があるということを考えるとえー 福島第一の原発のです、ねまあ、自然地形をそのまま考えた時にはこういったの北側は羽木沢からで、えー、とこう丘陵地があの切れているところで西側はです、ね、あのこの中石定地の川沿いで南側はこの乙沢川こういった範囲について、まあ、あの地上についてはああ地表側については、まあ、この範囲を検討すればいいでしょうと。 で深さ方向にはあの先ほど申し上げましたけどあの、えー、ご層部のところまでは、まあ、検討する必要があると。で、えー、まあ地下水のですねあの制御をどうするかということでございますけれどもあの基本的にはあの降ってくる雨がほとんどであるということですので。 まあ、あの地下水の観用の遮断ですねでそれがまあ一番重要でしょうとで、えー、まず一番としてですね建屋敷地を含む丘陵地ですねあの西側の中積低地あの田んぼのところから、うん、に降りる斜面ですねそこから東側の海まで、まあ、4メー版と,と言われる1 0ー版4ー版と言われる建屋のあるようなところ その東側の海までの全面をまあ表面遮水処理することによって地下水の管理を抑制するっていうことが考えられると。で2番目としてあの丘陵地西,西の端のですね中積低地これ五層部に入ってくる地下水がございますのでそこの境界部に沿って,、まあ、あの入ってこ水が入ってこないようにですね排水溝を掘削する。えーとまあ、排水溝ってあの、まあほんあの 地水壁でもいいんですけれどもあの、まあえー、工事の容易さっていうところでは排水溝を設置するのがまあ一番簡単でしょうとで、まあ、深くなってきたらあの排水溝という溝で作るっていうのは大変ですからそういったところは遮水壁に変える必要があるんですけれどもそうやってご、えー、層部に対する地下水の関与を抑制しましょうと。でそうするとですね誤装、まあ、部の飛圧地下水の,あの水位がですね、まあ、ちょっと下がってくると。で水ががが下がると何が いいことがあるかっていうとですね。まあ、四号機の原子炉建屋や高温集客量建屋の周囲の。上戻し部から、あの、上側の水、上側に水が流れているわけですけれども。そういったものの、あの、情報流,流出がですね、あの、少なくなると、そういった効果、効果もあります。で、あとは、あの、えー、さはさりながら、建屋敷地内に注水性を設置。これはどうしてかと言いますと、あの。 建屋の汚染水の水位よりも周りの不圧地下水の水位が高くないとですね外側へ建屋の水が漏れてしまうとでそれは避けるために、えー、周りの不の圧地下水の水位は高く保たないといけないというのがございます。うのがございます。で万が一ですねあのこう地下水の関与を抑制していてですね下がりすぎてしまうということがございますので、えー、とこを書いたようにですねあの 中流砂岩と護送にそれぞれ独立した注水性を設置するとで建屋から汚染水が流出しないように不圧地下水の水位を制御するであと護送部に関してもです、ね、あの今のところですね護送部の水位の方が不圧地下水位より高いためにですねあの汚染された地下水がですね護送部に入っていくような状況になっていないわけです。でこの状況はまあ維持したい。 維持したいんですけれども、あのご相部からですね大量に地下水が出てくるっていうのも、まあそれは避けたいと、だからほどほどのところであの制御する必要があるっていう、まああのほどほどっていう、まあ言葉がまあどうかっていう話はありますけれども、あのそのためにですね、飛、えー、圧地下水の水位もまあそれぞれ独立に制御してですね、あのほどほどの水位で 水位に制御して、あまり汚染水、あの汚染水の発生源となる地下水が大量に流入しないようにするということが必要かと思います。ただあのこのあの問題点はいろいろございまして、あの例えばここでですね、まあ給料地全面のあの 表面を射水処理するということを書いておりますけれどもあの丘陵地の西の端の方はですねあの東電さんの敷地ではなくて民有地が存在しますでそうするとですねその民有地をですね、まあ、表面射水処理とか、ね、そんなことをしていいの,いいのとか、えーまあ、お願いするにしろ地権、まあ、者さんの同意というものが当然必要ですしあとは、えー 木を切ればですね、その切った木をどう処分するのかとか、そういったことは当然出てきます。で、木を切った切りっぱなしじゃダメで、やっぱり斜面を安定化させるような工事が必要ですとか、あとは降ってきた雨をですね、効率的に排水する計画とかですね、汚染今あのタンクエリアとかでも汚染された地区がございます。で、えっ、ー、と例えば今タンクエリアで考えている。 方策の一つとして、あのタンクの上に降ってきた雨はあの汚染されてないんだから、それをあの汚染されない前に他に流してしまおうとかですね、そういったあの方策も検討されていますように、あの河川等の効率的な排水計画とか、そういったことをうまく考えないといけない。で、あとはまあ、排水の放射性物質の濃度の確認とかについてもまあ、えー、注意が必要ですと。 えー、そういったあのいろんな、えー、検討が必要になります。で、えー、今この私たちがですねあのこう地下水の制御しなきゃいけないっていうことは、まあ、短期的に、まあ、あの建屋のドライアップとかです、ね、除染を進める上で必要なんですけれどもこれはやっぱりその福島第一のです、ね、廃炉作業っていうのは、まあ、少なくとも今後数十年間続くでしょうと。 現実的な問題として数十年間です、ね、安定的に制御しなきゃいけない。でそれはその廃炉作業の安全性を確保するっていうことが一つですねその急に水位が上がってどうするとかそういったことを考えるとやっぱりその水位を安定的に制御する必要があると。であとは、えー、作業計画を立地で 水あの地下水とかが、まあ、制御できていればあの廃炉作業のですね作業計画とかそういったものもですね効率的にできるでしょうと。で既存の、まあ、方法に関してですねあの、まあ、予防的重層的な地下水制御の実施っていうのが多分必要で、ね、現在ですね揚水サブドレインとか地下水バイパスなどの揚水による手法とか遮水壁ですね凍土壁などによって地下水 を遮断する方法、まあ、この2つが今あの対策この面になっている。でそれに対してあの私たちが提案したのはですねフェーシングですね表面の遮水処理とか排水口とか遮水壁による、まあ、地下水の寛容の抑制でこれはあの長期的には非常に有効なんですけれどもあの地下水の制御効果の発現に一定の時間を要すます、でそのためあの短期的あのこういったですねあの短期的にまあ こういった手法をやりながらあの長期的な管理を目指してフェーシングとかこういったことをあの同時に進めていくっていうことがまあ必要でしょうとであともう一つは揚水とか遮断とかの,その能動的な方法とですね受動的な方法の組み合わせが必要でしょうと。でフェーシングとか、まあ、排水口とかこういったものはですね一、まあ、回あの施工してしまえばですね 保守管理のみで、まあ運用が可能で、大体こういろんなめどがつきやすいと。で、そういったことはございますので、こういった手法をですね、あの。取り入れる必要があるのではないのかという点で、えー、まあ、こういった地下水制御方法というものを、あの提案させていただいたということでございます。以上でございます。どうもありがとうございました。 えっと、大変あの緻密なデータに基づいていろいろとお話していただきましたあの、えー、山側から入った水が壊れた原子炉を通って汚染水になる、まあ、その現況があほぼ、えー、うすあの雨によるものであるというような、えー、ご説明、それと地下方向にはあんまり拡散せずに。えー 海に近づく付近では、地下の水位に押し上げられて、えー、比較的近いところで漏れ出している、まあ、そんなお話だったと思います、えっと。時間もちょっとありませんので、えー、まずは会場の方からもしご質問されたいという方がいらっしゃれば、あ優先的にちょっとあの質問していただきたらと思いますが、いかがでしょうか。あ朝日新聞のしかと言いまますい非常に緻密なメカニズムをよく理解できました あのこれほどまでの緻密なものではなかったかもしれませんけれども、2年半ぐらい前に、中長期対策チームの中で,で、当時、馬淵さんが補佐官だったと思うんですが、バウンダリ、ー陸側バウンダリーとかっていう名称で、四方を囲むような遮水壁を作る構想が一時、持ち上がったと伺いました。もしあの時点で,で、ああいうものができていたら、今、どうなっていたんでしょうか、その辺をお聞かせください。 2年半前っていうとまあ比較的、漁船がまだ進んでいない時期だと思いますけれどもあのそ,のその時点であの陸側バウンダリーで、まあ、例えば四方を囲む遮、ね、水壁ができたとしてはです、ねあのまあ、現在あの進められている凍土壁も基本的には遮水するということでは全く同じあの発想のもとに基づいておりますので。 あの同様の効果があったかと思いますけれども。ただ、検討の経緯については、あのちょっとよくわからないところもございますし、あの例えば、えーとですねあの、汚染水処理対策委員会において、凍度壁を。あの 採用するにあたってですね、あの、同様な、あの、遮水壁とか、粘土壁とか、あの、そういった工法を検討されていて、えー、最終的に3つの中から、あの、糖度壁を採用されたという経緯ございまして、その中で、えー、まあ、おそらくその工法としての妥当性とかですね、作業環境とかですね、実際には、あの、地下構造物の有無とかですね、そういったことを総合的に勘案されて、まあ、糖度壁、 採用されたという経緯ございます。があると思いますので、あの。その当時にまあ、本当にあのその実現可能性のところまで、どこまで踏み込んで考えられてるか、ちょっと私どもでは分かりかねますので、えー、そこはちょっと。お答えするのは難しい <laughs> ところなんですけれども。<laughs> ありがとうございました。他にあじゃ1番後ろの方。 すみません、日経の土屋と申しますけれども、あの素人臭い質問になるかもしれませんけれども、このフェーシングによってです、ね、水の流れを止めてしまうということですけれども、そうすると、その左岸層の強度が弱くなってです、ね、地震等が起こった場合に、地盤沈下であるとか、その今ある縦奥がですね、 危険にさらされるリスクはないのかどうかということとそれからあの4号機あるいは焼却炉のところが基礎を打ち込むことによってですね、えー、あの下の層とのです、ねえー、接続ができてしまっているというあの分析をしておられるわけですけれどもあのこれも素人くさいんですがそこの部分を遮蔽する新たな方法というのは まあまあ、なおそ、そこの部分は料的に言うとコンクリートであってですね水が入り込みにくいそのその接続になっているような印象を実は持っているんですけれどもそうではないのかまたそれをえその何ですかね遮蔽する方法はないのかそうするとまあその工事の,そのフェーシングの領域を少し狭くすることができるような気もしますけれどもその2つの点はいかがでしょうか。 寛容によってです、ねあの、地下水、フェーシングによって地下水寛容量が減ったときにです、ねあの、一番大きな影響が出てくるのは、おそらくは、あの一番上のです、ね、海水断球層のところですね、そこは今、タンクが設置されておりますので、でそこはやはりあの、えー、っと表面のフェーシングによって地下水寛容量が減ったときに、どういった あの影響が出るかたてあのところについてはですねまあ断球堆積層に比べればあの中流砂岩とかそっちの方はですね、まあ、比較的しっかりしてるということはありますけれどもやはりあの地下水いがさがあった時にどのような影響が出るかはやはりあのまあ既存のです、ね、地盤工学とかですねあの土工学の分野ではそういった評価されていす おると思いますのでそういった評価をされた、えー、が必要だと思いますでえー、っともう一つうあの4号機の周りなんですけれども速攻まず透水性のお話から言いますとあの通常ですねその、えー、埋め戻しっていうのは例えばあの場所によっては違うんですけれども歴を使ってやったりもしくはあの まあ、佐伯とか砂とかを使ってやることが多いとだから、そこのところがですね。あのまあ、透水性に関して言えばまあ、それほどあの？低いということは、まあまずないだろうなとは思います。な ままずないいっていうのはすいませんあの正確に言いますとすぐ横の粘土層に比べて、えー、粘土層と同程度の透水性になっていることはあの当然考えられなくてですねあのそれよりはずっと透水性が高いゾーンになりますですからあのそこのゾーンを経由したあの地下水の流れっていうのは十分検討する必要があると思います。 止める工法ですかえー、っとですね多分土木の止める工法っていいますとあの、まあ、トンネル工事とかですねそういったところで当然あの地下水が出た時にです、ね、対策工法としてあの例えば水ガラスの注入工とかですねセメントミルの注入とかそういった たこ取られておりますので、えー、とそういった広報の適用可能性っていうのはあるかとは思いますけれども、あのすみませんあの、その分野については、えー、と私どもはまあまあ全く専門ではなく、むしろあのやはり土木関係のとか、トンネル工事されている方々の意見を伺えるのが良いかと思います。申しし訳ごござざいいまませんありがとうございました 他にご質問がある方は、よろしいですか、ああどうぞ、個人会員の志村と申します、ちょっと単純な質問で申し上げますフェンシングっていうのは、要するに木を切った後に、アスファルトを引くとか、あるいはシートを引くとか、そういうことなんですか、そうですあとどんなことなんですか、簡単にまあ工事が安くできるっていうことになると。え まあ安くできるかどうかはちょっとわからないんですけれども、まあ、フェーシングでまあ一般的に使われているのは例えばアスファルトとかコンクリート。 惜しくということでございますけれども、あの平坦地の場合はそういったものがすぐできますけれども、じゃあ,あの、例えば斜面とかですね、まあ、そういったところありますので、あのまあ、道路工事とかでは私どもよく見るのは、斜面に、まあ、コンクリート工事とかされてる例とかは見ますけれども、それで十分なのかどうかっていう検討はいたしておりませんので、あのちょっとわからないです。であの聞くあの先日ですねあのアイリッド国際配慮機構の方 技術提案の募集が締め切られてで技術提案の結果があの公表されておりますけれどもその中にはあのフェーシングの方法論とかですねあのこういった素材を使ったらどうかという提案があのいくつもありますので、えー、とそういったものを、まあ、検討する必要があるのかなとは思いますがあの、えー、とそれもですねやはり、えー、とその。 工事とか、専門され,されている方が、やはりそれは判断していただくのが良いのではないかと思いますいのかなり広いですね、全面を、あのー、やろうとしますと、例えば東西方向がです、ね、ざっと見積もって点、東西方向1.4キロ。 で南北方向がですね、あの例えばですねあの、1号機から4号機だけですと、あの南北方向は700メートルぐらいですけれども、あのフェーシングしても、ですねそこだけフェーシングすればいいというものじゃなくて、あの当然、そこだけフェーシングしても、ですね横が空いていたら、当然回り込んでくるところがございますよね。ですから、あのできればあの敷地、 となっている第一条の地形全部やった方がいいと、その方がまあ効果的だと思うんです。っっや,やった方がまあ、その方が効果的であると私どもは考えます。そうですね。汚染されてない水はまあ、できる限り、そのままあの排水すればいいと思いますし。しえー、まあ,あのそういった考え方でおります。 他にいかか。か。がででしょうか大丈夫ですか、えっと、じゃあちょっと私の方から1点だけ、あのまあ、今後シミュレーション、さらにこう精度を上げていかれる方向にあるかと思うんですが、えっと、どんなデータがこれから必要なのかあのということで,です、ねえっと、放射性物質の移動というのは、また水の流れともいろいろ違うかと思うんですが、そういった分析というのは、酸素計算の方でやられるご予定ってのはあるんでしょうか。 あのそういうい問題にあの、分析の方は我々の方でやるあのつもりはというかあの予定はしておりません。それでやはりあのそのどういうデータが必要かということだったんですがやはりその一番。 我々が知りたいっていうのは、まあ、今の今回の,その地下水の寛容流動流出っていうデータあの話をさせていただいた中で基づいているのは東電さんが発表されているその,その時期時期のその何て言うんですかねその負圧地下水、非圧地下水の水筒の値なんですがやはりその特にですね護送中の非圧地下水の水筒等のデータが非常に少ないということでやはりあの対策 遮水疾あ糖土壁そしてサーフェシングというような、まあ、予防的輸送的な対策を今後取っていく場合にそれと並行してですねやはりその観測網をですねできるだけ密に 観測網というのはいろいろあると思うんですが、特にその水位を観測するというその対策がどれだけ効いているのか、どのくらい効果を上げているのか、それでいいのか、さらに何かやらなきゃいけないかというのを判断する上であり、その水位のデータ等のです、ね、水門データをより緻密に取れるような体制を構築していっていただきたいというふうに、に考えておりますどうもありがとうございました。 それではあ、えー、のこれで一応会見を終わらせていただきますが、えー、と一応記者クラブの方からのささやかな記念品を用意しておりますのでお二人にあのお渡し,したいと思います皆さんちょっと拍手で、えー、持ってもありがとうございます。